こんにちは。リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド。今回は第3話、集団の当たり前を変える話をしましょう。前回は、お役立ち道に心置きなく邁進できる、お役立ち道の文化についてご紹介しました。今回は、お役立ち道の文化ってどうやって作るのかを一緒に考えていきたいと思います。これからの動画でご紹介するお役立ち道の文化の作り方のメニューです。今後これらを一つ一つ取り上げてまいります。まずは集団の当たり前の基準を挙げる好影響を与える存在です。これは以前にもご紹介した内容と重なる部分もあります。こちらもご覧ください。組織文化はたくさんの当たり前が集まって作られています。そして挑戦、協調、お役立ちの3つの指標で表す組織文化のことを集団性格と言えます。この丸が一つの組織とします。組織として集団性格を革新し、より良い社会づくりを目指してメンバーは日々業務を行っています。その中で良くも悪くも、その組織に根付いている当たり前の基準があります。大多数のメンバーは、この当たり前の基準に沿って考え、行動していますが、中には、もっと好ましい行動をする人もいれば、そうではない人もいます。種に交われば赤くなるということで、だんだん当たり前の基準に近づくことも多いですが、そればかりではなく、好ましい考え方や言動を取り続ける人もいます。この人の言動に影響を受けて、皆が良い方向に変わり始めると、当たり前の基準も上がり、集団性格そのものも良くなります。このような人のことを、コーイノベーターと言います。集団性格革新の協力者のことです。逆の存在もあって、組織に悪い影響を与える人のことを、ディスイノベーターと言います。ここで気をつけないといけないのが、その人丸ごとの人格を言っているのではなく、ある事象に限定しての言動が他のメンバーの士気を下げたり、当たり前の基準を下げてしまっているということです。例えば、社会をより良くしたいという思いがすごく強くて、周りの人に良い影響を与えている一方で、他のメンバーとの競争を軽んじて、自分一人でことを進めてしまう傾向があり、周りの人に悪影響を及ぼしている場合もあります。人は誰しも、コーイノベーターになる要素もあれば、ディスイノベーターになる要素も持っています。あの人はディスイノベーターだと安易にレッテルを貼って、その人の言動を全部否定的に見てしまうことは避けたいですよね。いずれにしても、自分は、コーイノベーターになる要素もディスイノベーターになる要素も持っているということを自覚して、ディスイノベーターにならないように心がけることも大事ですが、自分らしさでコーイノベーターになろうとすることがもっと大事です。ところで、自分らしさで人に好影響を与えるにはどうすればいいのでしょうか。まず自分のお役立ちイメージを思い出してください。そして集団性格の3つの指標の中で、自分はこの思いは強いなとか、ここはこだわりたいなというところを照らし合わせてみてください。自分は社会をより良くしたいという思いは誰にも負けない、チャレンジ精神が旺盛で失敗を恐れない、人と話すのが好きでお互いアイデアを出し合っている時が一番楽しいなど、自分ならではのこだわりや得意を探して実践してみましょう。特にリーダーであるあなたは、組織の中での影響力はとても強い立場にいます。その点も自覚をして実践していきましょう。次回はリーダーとしてお役立ち道の文化への革新に向けて、組織の勢いをどうやって作るかを考えていきましょう。らしさでつながり、みんなで役立つ。